今回は大豆ミートのメリットについてお伝えします。メリット1、低カロリーで高タンパク、食物繊維も取れる。大豆ミートはリアル肉よりも脂質が少ないため低カロリーということであり、また植物由来の製品ですので食物繊維が豊富でコレステロールもゼロということです。ご飯が好き、油っぽいものが好きという方はカロリーや脂質のバランスを取るためにもリアル肉から大豆ミートに置き換えてみてはいかがでしょうか。メリット2、精肉より保存しやすい。大豆ミートは乾燥タイプの製品もあり、精肉より保存性に優れています。乾燥した状態で販売されている大豆ミートもお湯で戻すことでしっとりとした食感を取り戻しやすく、美味しく食べることができます。乾燥した状態で販売できるというのは常温保存もできるため冷蔵庫のスペースを使う必要がなく、またお湯で戻すだけという手軽さも非常に便利です。さらにレトルトタイプも販売されており、価格は割高ですが湯戻しすら不要で常温保存も可能なタイプまであります。メリット3、生産する上でメタンガスを発生しない。近年問題視されている温室効果ガスの発生源として牛のゲップが注目されています。牛のゲップに含まれているメタンガスには温室効果があり、地球温暖化の原因だと言われているのです。その点、大豆ミートはメタンガスを発生させませんので環境にいいというメリットがあります。しかし最新の研究では牛の餌に海藻を入れて食べさせるとメタンガスの発生が抑えられるという報告があり、将来的にはこの大豆ミートの優位性は薄くなるかもしれません。メリット4、家畜より少ない水で作れる。牛と比べて育成に必要な水が少ない大豆ミートの方がより効率的に水資源、ひいては食の資源を確保できるというのもメリットの一つです。メリット5、間接的に感染症リスクを下げる。ウイルスなどによる感染症は実は家畜と人が接触してから始まったとも言われています。そのため大豆ミートが普及すれば家畜を無理に育てる必要性が減り、間接的に感染症のリスクも下がると考えられています。メリット6、世界100億人のタンパク源になりうる。国際連合は2050年には世界人口が97億人になると予測しています。中には逆に人口は減ると主張している研究者もいるのですが、いずれにしても世界的には貧困層が減り中間層が増えるのは明らかなようです。中間層が増えるということは金銭的な余裕のある人口が増えるということであり、相対的に食肉の消費量が増えることになります。そうなった場合、デメリットでも紹介した通り、食肉確保のために家畜を増やすのは環境負荷が非常に大きくなります。そこで供給不足が予想されるリアル肉の代わりのタンパク源になるのが大豆ミートです。大豆はタンパク質を含み食物繊維も多いので非常に優秀な栄養源なのは間違いありません。リアル肉を食べつつも大豆ミートも食べることで食材供給のバランスをとっていくという方法が一般的になるのではないかと考えられています。メリット7、ビーガンを救う。大豆ミートが美味しくなるとビーガンの方は満足度が上がります。ビーガンの中には完全菜食主義に馴染みきれずビーガンをやめる方や、肉の味を求めて代替肉を欲する方が多いです。その代替肉を求める方の中には現在の大豆ミートの味に満足していない人がおります。大豆ミートのクオリティが上がることで、そのようなビーガンでありたいけど肉も食べたいという人が救われるだけでなく、大きなビジネスチャンスにもなるのです。